そうです。今回はですね、舞浜の、先っぽというか、舞浜のディズニーランドを越えた先には何があるのか見ていきたいと思います。行きます。いや、実際みんなね、舞浜着いたらディズニーランドかディズニーシーしか行かないじゃないですか。先っぽ知らないと思うんですよね、みんな。で、今こっちが多分ランド、シーランドかの館内だと思うんですけど、めっちゃ落とします。浦安市の運動公園に着きました。ディズニーシー、舞浜からディズニーシーに向かって歩くと、あります。かなりでかくてね、の割に人全然いなくて、でなんか今芝生とかあるんですけど、あと遊具とかあって、ここはねめちゃくちゃ穴場っすね。めちゃくちゃいい。あれ、噴火するやつ見えますね。なんだっけ、俺、センターオブジアースか。今多分こっちがねディズニーシーで、横過ぎるか過ぎないかぐらい歩いてるんですけど、さすがに人が全くいないですね。俺しかいない。今海外線着きました。うわー、めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。やば。ここをまっすぐ行けば、目的地ですね。あそこに、わかります?ディズニーシーがあって、落ちるやつですね、これ。バーって。で、バーっと、ディズニーシーの向こう側が、ここですね。ここ。ここまで行きます。ここ空港がありますね。ヘリコプターが乗れるのかな?こっちにガッと、ヘリポートがね、あります。海がカメラの奥側なんですけど、その反対側は、あれですね、もう倉庫街みたいな、倉庫がいっぱいありますね。ディズニーシーの裏側も見えますね、こっから。草が生い茂ってきましたね。ちょっと行けるのかな、先まで。このね、下に降りれれば降りたいんですけど。今ね、端っこまで来たんですけど、降りられるとこが向こうって、近くにいたねバイカーのねおっちゃんがいたんで、教えてもらいました。だからね、あっち側に行きたいと思います。なんかですね、ここら辺一帯はその堤防があって中に入れるかもって言ってたんですけど、実際ね中に結構入ってる人もいたんですけど、なんか暗黙の了解というか、本当は立ち入り禁止だけど、まあ黙認してるよっていう感じらしくて、今ちょっとね調べたらその立ち入り禁止みたいなのがあったのでちょっと調べたんですよ。そしたらそんな感じで、ちょっとグレーゾーンっぽかったですね。なのでちょっとおすすめはできないというか、まあ自分もね堤防の奥側、海にね近い側にはね、行けないんですけど、はい、まあ、そんな感じでした。残念でした。めっちゃ歩いたんですけどね。残念だったけど、まあそういう時もありますよね。ということで、また舞浜で。
もう暑くてね、口が回んないですよ、いつも。舞浜駅までね、歩いて戻ります。なんか飲まないと。それじゃあ。